ででももやれへんんとは言えないですもんね絶対に炎上するに決まってるじゃないですかやれへんってなったらこれはなかなか酷ですよねだガチやったんかなガチやったんかも分からへんねもしかしたら多分走ると思いますよどうしたってえー、おカード差し上げときましょうこれは群馬県ペンネーム虎の子からいただきました、えー、夢見ました 新しい都構想が発表されていました。我々吉本工業が行う新たな政策、それが吉本都構想です。増え続ける吉本所属タレントを5つの特別区に分けることで無駄な二重行政やダブルブッキングをなくすことが目的となります。ま,まず一つ目の区はアカシア区です。 ここは主に60歳以上のベテラン師匠クラスが所属します。現在59歳で、この区の中では最年少であります、赤カシア三幕長が代表となります。二つ目はダウンタウン区。所属は赤カシア区よりも下の世代、40から50代です。現在全国区のメンバーが、ーメンバーの多くがこの住民となります。三つ目はキングコンクです。 ここはさらに下の30代前後が所属しており、吉本の将来をうならぬ区として期待しております。なお住民の西野くん、森山地、大島さん、南海キャンディーズ、山里くん、あたりは区内でトラブル多くさぬよう注意してください。四つ目は8.6秒バズーカー、八点8.6秒バズークです。 ここは20代以下の超若手となりますが、予算はゼロ。売上も会社がほぼピンハネしますので、一刻も早く他の区へ移ることを目標に頑張りましょう。そして最後、5つ目は、デーモンカックです。 吉本所属は何も芸人だけではありません。歌手、俳優、アスリート、相撲解説者、様々なジャンルを最年長10万52歳の閣下がまとめます。主な住民は、元プロ野球選手の石井和久、元ダンサーの岡村隆史、元職務の坂東英治などです。<laughs> ちなみに、こちらの都構想では、住民投票等は一切なく、吉本の上層部の独断と偏見で行われますのでご、ご了承ください。ようできてましたね。 うわあキングコンク、うん。トラブルちょっと多そうですよね。8.6秒バズーク。デーモンカックね。デーモンカック入ってました。僕ダンサー扱いやったんですね。ダンサー <laughs>、えぇ、え、職務、元職務のバンドエイジ <laughs> バンドエイジさんは元からここに入るでしょうけど。都構想もね、もうやめはるんですね、橋本さんね。でも、また、うー 引っ張り出されるでしょうね。おそらく、あのう、黙ってはいないでしょうね。周りが、と思いますけど。潔い,いですよね。でも、やめますっていう、やめへん人もおるし、ずるずるなんかむちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってはる人もいますけども。うん。まあまあ、しょうがないっちゃしょうがないですよね。えー、武蔵差し上げておきましょう。えー、武蔵の執筆ネーム、希望も何もないからいただきました。 え、今見ました。関ジャニエイトの村上くんがレクチャーしていました。これからレクチャー始めるから、俺が今からやることをしっかり見ときや。まずこの、ザンバラバラバラの、ギンギラギンにすんね。そして、ジグザグザグジグザグジグザグにして、ゲッチュするまで待つね。その時に、ジタバタするから、ちゃんかパーな専用に気つけてな。ほんなら、よいしょってすんね。そこに、ライドンってなったら、ワカチコンってなんね。つまり、一辺とその両辺の角がそれぞれ等しいから、二つの三角形は合同やね。<laughs> <laughs> 溶けたね。また新しいパターンになってたわ、これ。<laughs> もう料理とかそんなんやなくなったよな。でもうまいこと、あの、ジャニーズの曲がもうばーって散りばめてありましたですけどもね。えー、おカード差し上げときましょう。えー、とんだペンネーム、お湯からいただきました。えー、今いました。悪小石師匠が加山理香さんに尋ねていました。どないしたん <laughs> <laughs> 終わりです。はい。 なんかねちょっとややこしいですけどもなんかイメージと違いましたからねこの方も大変でしょうけども乗っ取られたのか乗っ取られてないのか何なのかまあよう分かりませんけれどもちょっとねややこしいことになってしまいましたですね、えー、だから言わはった人はどないしたんや何がやなもうええねや、えー、おかず差し上げときましょう えー、武蔵野市ペンネーム希望も何もないから頂きました、えー、今見ました森泉が話していましたうーんあれなんだろうね炊飯器ってあるでしょ炊飯器でご飯炊く時さなんか薄い膜が張るじゃんあれ気持ち悪いよねでさあの薄い膜ってさ時間が経ったらさカチカチになるでしょ わかんない嘘でしょすんごい硬さなの。私あれで歯が欠けたことあるんだから。ほんと最悪だよ。あとね、お弁当もあるでしょお醤油入ってるでしょどっからでも切れますっていう袋あるじゃない。でもね、あの袋が揚げ物の上に乗ってる時があるの。だから手が全て開かないんだよ。爪使えばいい無理だよ。ネイルしてるもん見て。実は昨日ネイルサロン行ったんだ。うちで飼ってるブタちゃん書いてもらったの。可愛いいでしょ。と。 倉庫行ってる間にジャジャジャーン100均のものだけで作ったおしゃれなリクライニングソファーの出来上がり <laughs> <laughs> やアホっぽいなんかすごくアホっぽいしっかりやってんのにわかるよあの薄い膜ねあれ何なんでしょうねカチカチのパッパになるんですけどもね何の膜かちょっとわかりませんけどもえー、おカードを差し上げておきましょう 続きましては、神奈川県、ペンネーム大仏ラーメンからいただきました。夢見ました。悪坂井雅人が喋っていました。古き良きという言葉があります。ビートルズの CD が未だに売れ続け、ローリングストーンズの曲がテレビから聞こえてくる。いくら時代が移り変わろうとも、いいものは色褪せないのです。かつてビートルズのメンバーだったジョン・レノンはイマジンを作曲し、愛と平和を歌いました。 そしてここ日本放送にも同じ名前のスタジオがあるそうですね。イマジンと名の付いたスタジオでポルノ映画を上映する。そのことに一体何の後ろめたさがあるというのでしょう。私にはわかりません。日活ロマンポルノが復活し、古き良き時代の愛と平和が見直されるようとしている今、ロマンポルノを上映する場所として、イマジンスタジオ以外にふさわしい場所はどこにあるのでしょうか。 日本放送上層部の皆様にはどうか懸命なご判断をしていただきたいと私含めここに集まったポルノグラフィティとバックナンバーはそう願っております <laughs> これ堺井雅人さんがお願いしたら上映できるかもわかんないですねうんこんだけ言ってもらったらあの本当に上映できるかもわかんないですポルノとバックナンバーいますよ ああここにいます <laughs> 協力してくれたんですねやっぱり堺井雅人さんに言われたらもう今やもう絶対ですもんねそれはえー、おカード差し上げておきましょう今日は以上です、えー、郵便番号100-8439日本放送岡村隆史の『オールナイトニッポン』悪い人の夢までお願いします曲です市川市ペンネーム南件から頂きました平井大です 沢口康子さんはいろんな具材をリッツにのせて食べていますが僕はこのようにして食べます星にのせてーミスタさあ <music> アホアホプレジデントですけれども、えー、岩手県のペンネーム節子からいただきました Please look my eyes my eyes is Like a dead fish.Thank you. 死んだ名してる。<laughs> プレゼントが死んだ名してる。もう、しかも、魚の死んだ名してるから。もう何にも、もう何、夢も希望も、自由も何にも、そこにはないです。これ深いですね。はい。これはなかなかでしたね。 未来ないですね。でもこれにはね。<laughs> えぇ、ー、おカード差し上げておきましょう。えぇ、ー、世田谷区ペンネームガラスのハートからいただきました。This panty is my favorite because ribbon is so cute. プレジントパンティ入りとった。<laughs> リボン。リボンって英語なんかなよくわからんけど。 リボンついてるのが可愛らしかったよね。えー、おかわと差し上げておきましょう。えー、武蔵野市ペンネーム希望も何もないからいただきました。I'm single man, but I sleep on the double bed.I can stop the loneliness. <laughs> 悲しみ止まれへんのじゃ。